属日本怪談機構柳田。こちらの配信用ソフトは ABC ラジオ日本怪談機構柳田の過去音源プラス、惜しくもオンエアされなかったスタジオトークや当番組スタッフが現地取材をしてかき集めた蛍町妖怪の話などをたっぷりとお送りいたします。よくよく考えたら、私この妖怪に人生の大半を奪われてきたなと思う妖怪が実はいたことを発見しまして、皆さんこんな経験ないですかっていうのがお二人に聞きたいんですけども、僕はいつもあるんですよ。親のお葬式やってるのにとか、友達の結婚式やのにとか、子供が生まれる時やのに、僕の頭の中では全く違うことを考える時があるんですよ。これ妖怪なのにってどうやろうなのに葬式なのに結婚式なのに、若い時デートしてる時なのに、なのに全く、お前こんなこと、ごめんやで、もうこれほんまに、なのにに僕が悪いわけじゃないね、これ妖怪なのに やられてたのせいやね。うん、はい、僕ねほんまにね、あの若い時とかね、デートしてる時やのに、なんか違う仕事のこと考えたり、うん、ちょっと違う女性のこと考えたりとか親のお葬式はないにしても、うん、まあ、いわゆる法事なのに全く違うこと考えたり、ちょっとやらしいこと考えたりとか、これ妖怪のせいやと。僕特にね、あの法事とかお葬式ね、ほんまにね、前も言ったかもしれないですけど、ほんまに泣けないっていうか、全然違うこと考えてしまうのよ。普通は絶対その人のこと考えるやん。これは多分な、俺妖怪のせいやと思う。妖怪なのに、妖怪なのに勉強せなあかん、仕事せなあかん、原稿書かなあかんのに、あ、それはわかる、テスト前なのに、テスト勉強せなあかんのに、なのに漫画読んでまう、漫画読んでまう、掃除する、寝てしまう、はいはい、それは起きなければダメなのに、なのに寝てしまう、はい、これ妖怪でしょそうですね、ほんまや、ね、いますね。俺絶対妖怪やと思うね。明日仕事なのに、仕事なのに、なんでお酒飲んだらあかんのに、ちょっと一杯とかね、うんうんうん、いますね、いますわ。禁煙とかも絶対そうでしょ。僕禁煙なのにはね、もうだいぶ救われてるんですよ。ダイエット中なのにとか、こんなこと言うたらあかんのに、もういらんこと言うたらあかんって分かってるやん、言ってるのに、なのにでもやっぱり言わんと気すまへんってあれ全然妖怪やねそう分かってんね、家帰って反省すんやもん、いるいる、なんであんなこと言うたやろうと、はい、うん、いるいる。でもこれ受けてる時もあるやん、その時わってみんな笑ってる時あるやん、周りでなんかその人の言うたあかんこと言うて、その人怒ってんねん、一生俺は恨まれんねん恨まれるのに俺言うてしまうねん、な、受けてまうねん、なんでやろな、なんででしょうね、絶対俺妖怪やと思う、ほんまや、言われたらいるわ、妖怪やと思う、はい、これは妖怪のせいやと思う、はい、千と八妖怪、妖怪不謹慎妖怪なのに。というわけで、この後は ABC ラジオ日本怪談機構柳田第35夜の放送音源をお聞きください。真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃、魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きます。ゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください。日本怪談機構柳田。この番組の任務は、古から伝わる豊かな文化、民族学を創始した柳田国夫イズムを継承するべく、全国各地に埋もれている怪談、奇譚、地元だけに脈々と伝承されている言い伝えなど、我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと。本日の夜勤担当者は、民族と怪異の関わりを求め続けて半世紀、怪談界の恩泰、堤邦彦さん。日本妖怪伝承。ここでは
知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます。本日のテーマは平成の怪談界を牽引した中山一郎さんと木原博一さんの共著で J ホラーブームに多大なる影響を与えた現代の百物語新耳袋を徹底解説。今夜堤さんがピックアップしたのは第七夜に収録されている謝霊。短編の終作に見え隠れする怖さの源流をお聞きください。今日まず紹介したいのはですね、耳袋のですね第7夜7巻目、なんですが、第74話というところにね、謝霊という話があります。謝霊、謝は感謝の謝に、霊は幽霊の霊ですよね。そういう題名なんですが、ね、まあちょっと短い話なのでそのまま読みたいと思いますね。 W さんの友人のお兄さんが亡くなった。そのお兄さんとも仲が良かったので W さんはとても悲しかった。お通夜の晩トイレに立った。するとトイレのドアが開いて中からお兄さんが出てきた。夜遅うまで大変やな、ありがとなとポンと肩を叩かれ、いえとんでもないと恐縮してトイレに入ろうとした。はっと振り返ると深々と頭を下げて仏間に入っていくお兄さんがいた。これで終わりなんですよね。短い話ですけども、よくある怪談なんですね。死んだはずの人とばったり出会ってしまう。この場合は、まあ、お兄さんがですねありがとうという感謝の気持ちを、幽霊なんですけどね、トイレの、まあ、出入り口のところでねちょっとそんな会話を交わす。で、交わされた方もあまりに自然なのでそのお兄さんが死んだことを一瞬忘れちゃうんですね。いやいやとんでもございませんみたいな話をして、あっと気がついたら、そういえばあの人の葬式で来たんだよなって話で振り向いたら、お兄さんは頭を下げながら仏間の方に消えていく。まあ今仏間っていうのは今あんまりないかもしれないけども、いかにも昔のその2000年代ぐらいまででしたら、大きな家でしたら仏間がねあったりするんですよね。でそういうところに消えていったっていうんですね。でこれよくある階段でね死んだ人に出会うっていう話なんですけれども、実はですねこの都市伝説集耳袋は、耳袋という題名自体が一つ参考にしたものがあって、江戸時代末期、江戸のですね町奉行をしていた人がおりましてね、南足奉行でしたかね、根岸安森というですね町奉行がですね、奉行の役目柄いろんな不思議な話を集めてですね、耳袋という本にしてるんですね。だから新耳袋の新はその耳袋に対する耳袋、新耳なんですけども、実はこの耳袋の中にですねこういう死者に遭遇する話がしばしば出てくるんですね。例えばですねこの耳袋の中にですねある話の中を拾っていくと、牧野の五感ですかね、幽魂を目の当たりに道子と、幽魂は遊ぶ魂と書きますが、江戸の真ん中のど真ん中のですねお茶の水というところがありますが、そこのには湯島の聖堂という大きな儒学の学校があったんですね。ある侍がその学校の前に橋が架かってるんですが、聖堂なんでね、聖という字を書くんで聖橋という、今でもありますね。聖橋を渡ってる最中に向こうから知り合いの侍さんが来て、おうしばらくぶりみたいな話を橋の上で交わして別れるんですね。で橋を渡り切ったあたりで、そういえばあいつ死んどったなっていうことで気がついて振り向くともういないっていうね、まあよくあるパターンの話ですけども、橋の上で死者に遭遇するというね、これとも怖い話なんですが、これは実は耳袋と新耳袋非常に近いところがあって、もうすでにこの江戸時代末期からこんな話がね世間話として伝わっていたんですね。だから現代都市伝説において実は非常にこういうネタは古いということなんですが、もう一つですねこの耳袋からこういう話を紹介したいと思うんですが、同じく耳袋巻の多いですね、幽霊なきとも申し難きという話があってですね、これについてちょっと私が以前に現代語で読む江戸怪談傑作選の中に翻訳しましたので現代語で読ませていただきます。栗原何がしの語った恐怖体験である。江戸小平田の旗本で普段から懇意にしていた家に今年5歳になるとても愛くるしい息子がいた。
栗原によく懐いていたので、この家を訪問するために土産を買って持って行った。二人は大の仲良しだった。こうしてですね、冒頭はこのようにして始まるんですが、しばらく疎遠が続いてたある日にですね、その例の旗本の家からすぐに来てほしいという仕返が来たので、夜中に何かあったのかなと思って屋敷に行くのですが、まあよく知ってる屋敷なので、そのまんま玄関から栗原さんは上がっていくんですが、そうするとですね、そこへ例のあの坊やがですね、ニコニコ笑いながら飛び出してくるんですね。で、袖を引っ張りながら台所の方に連れて行こうとする。なんだよ坊主、おじさんはな、父上に呼ばれてなどと戯れを言いながら台所に目をやると、奥に屏風が立ててあり、その向こうに誰か病人を寝かしてあるらしい。気にも留めず通り過ぎようとするところに背後から主人の声がした。栗原殿、よくぞ参られた。お主を呼びにやったのは他でもござらぬ。以前より可愛がっていただいておったせだれがのう、まだ5歳になったばかりというのに放送をやうつらい、つい今しがた息を引き取ったのじゃ。栗原の周りに子供の姿はなかった。驚いたというより一瞬血の気が引いて恐怖がこみ上げてくるのは分かりました。で、後日その晩のことを思い出して直に栗原はこのように語ったというのが耳袋の話です。相手がですね、大人の場合、最初の耳袋のお兄さんがようにですね、大人だとまだそのあいつ幽霊になったんだって話ですが、今回は5歳の子供がですね、何気なく普通の普段のような調子で出てくるんですね。しかしこれが実は呼ばれた晩はその子供の葬式だったって話ですから、栗原さんはもうぞーっとして身の毛が出だす思いがしたというふうなことは、奉行所のこのお奉行さんの前で栗原さんは語ったというんですね。ですからこれは創作ではなくて江戸末期の作り話というよりも実際に起こった事件として登録されています。このようにですね、江戸怪談と言われているものの中にはもう現代に再生されるものが非常に多いということ で耳袋の少しこう古いネタや、あるいは耳袋を通して日本の民族や怪談を考えたいというのが今日のお話でした。現在、過去、未来、つわものどもが夢の後、幼き頃映画監督を夢見た中山一郎少年とその盟友木原博一が熾烈で厳しい社会人生活を経て才能が開花した場所は、関西テレビ恐怖の百物語の番組構成だった。平成から令和にかけて途絶えることがない怪談の灯火は、すべてこの二人から始まったと言っても過言ではない。この後はこの世とあの世をつなぐホットライン、牛蜜時の黒電話、全国各地に伝わる地元怪談、地元伝承をお送りいたします。ここからは兵庫県尼崎市在住の怪談作家、宇津呂鹿太郎さん、枚方怪談サークルを主催する三輪千佐さんに加え、当番組の放送作家柳田浩二の3人が全国各地に伝わる地元伝承をじっくりと聞いてまいります。本日電話出演してくれるのは初登場、不思議な実体験を綴った怖い顔の話他多数、日常的にお化けに出会ってしまうノンフィクション作家、工藤美代子さん。今回工藤さんが話してくれたのは、未だ一度も公開したことがない実体験。じっくりとお聞きください。あんまりマンション住んだことなかったんですけど、今のマンションに引っ越す前に東京のある場所にあるマンションに仮住まいを8ヶ月ぐらいしたんです。それは結構高層のマンションだったもんで、ただうち の夫がどうしても最上階がいいっていうんで30階の一番上を借りたんです。でそこに引っ越しまして、新しくもちろん電話を引いたりとかいろいろしたんですね、テレビを備えたりとか。でその翌日からもう本当に不思議なことが次々起こりまして、まず3日目だったと思うんですけども、
そこ当然オートロックなんです。だから下からあの誰か来た人はマンションの1階の玄関を鳴らすわけですね。オートロックのが鳴ってで入って出たらあのお年寄りのおばあちゃまの声で、あらあんた誰って言うんですよ、いきなり。ではって言って、あの工藤でございますって言ったら、何やってんのあんた、私どうしたらいいのよ、なんとかちゃんって、その名前ちょっと今忘れたんですけど、なんとかちゃんでしょって言うから、いえいえ違いますって、失礼ですけど下におられるんですかって言ったら、えって言って、あの私のことよ、ほら私のことって言うもんですから、これは変な人が下にいるんだと思ってもう切っちゃったんですね。でそのおばあさんがそれからもう1日おきぐらいに必ず下からかかってくるんです、オートロックので。オートロックの時に下から誰か呼ぶ時の呼び鈴と、そのおばあちゃんがかけてきた時の呼び鈴が違うっていうことに気がついたんですね。でも変だなと思ってたけれど、そしたら1週間目ぐらいから今度は電話が、普通の電話ですね、オートロックじゃなくて普通の電話が鳴って、でもしもし、あ工藤さんって女の人が言うもんですから、はいって言ったら、ほら私よ、恵美子よ、あのさ今これから おかず届けに行くからねって言うんですよ。でまだ知り合い一人もいないもんですから、はって言って、あのどちらにおかけですかって言ったら、あんた工藤さんでしょって言って、ほら3階の恵美子よって言うんですけど、全く覚えがなくて、いくら話しても平行線だったんですね。それからまた3日ぐらい経ったら、今度は若い男の子の声で、もしもし工藤君、工藤君いますかって言うんですね。で、うちは工藤だけど工藤君っていう人はいないよって答えたんです。そしたら、おかしいな、だって僕昨日まで学校で一緒だったけど今日工藤君が休みだからどうしたのかと思って電話してるんですけど、でおばさん、工藤さんのお母さんですかおばあちゃんですかって言われて、それでいや全然うちそういう子供いないからねって言って切ったんですね。それからまた何日かしたら、今度はあのそこの町にある図書館から電話かかってきて、工藤さんですねって言われて、はいって言ったら、お借りになった本はもう3週間経って期限が過ぎてるから早く返してくださいっていう。でも本当に図書館なんか行ってないし私は。でそういう類の電話がしょっちゅうかかってきて、それからなんて言うんですか、私あんまりよく知らないんだけど、あの仏壇でリンって鳴らす、チンって鐘を鳴らすやつがありますよね、おりんっていうんですか、あの音が夜になると必ず聞こえるんですね。でそういうことがずっと続いてたもんですから、ただそこはそんな長くいないって分かってたからあんまり騒がなかったんですけど、あのうちの夫にだけはその話をしたんですね。なんか変なおばあちゃんがもうしょっちゅうかかってきて、私をあんた何やってんのそこでとかって言われるから参っちゃうって言ったらば、主人がなんだそれだったら俺が出てやるって言って、それでそのおばあちゃんからかかってきた時にうちの主人が出ちゃったんです。それでうるせえな人の家にって言ってすごい声で怒鳴っちゃったんですね、そのおばあちゃまに。で私も心臓が止まるかと思ったんですけど、それでその電話かかってこなくなるかなと思ったんです。だけどそんなことはなくって、ついに引っ越しするまでしょっちゅうそういう不思議な電話がかかってきたので、あ電話の線っていうのはあの世の方が割合と乗りやすいものなんだなっていうふうに思いました。これを聞いてるのも、はい、東京と大阪の電話の線で結ばれてるんでめちゃくちゃ怖いんですけど。本当ですね、はいはい、そうですね、電話の線とかあとファックスですね、はい、突然変なファックスが来て、私はここで死にましたとかいう、なんかどっかの寂しい海岸の絵かなんか書いてあるファックスが入ってきたりすることがあって、それも怖かったですと。それもそのマンションの部屋ですか？いえ、そこは違います。もうちょっと前ですね、そのマンションの部屋は違いますね、あのもっぱら電話でしたね、電話攻撃でしたね。あとあれです、ベランダからちょうど下の景色が見下ろせてすごく綺麗なんですけど、はい、ある日あの手が見えたんですね、あのベランダにグリーンのセーターを着た肘から上だけの手がちょっと見えました。
ベランダの下から見えたんですか？ベランダからぶら下がってんです手が。うわそうなんです。それでもう私も怖くって、それ以後絶対ベランダに出るのやめましたけど、あの本当に素晴らしい景色なんですけども、多分そっから自殺した方がいたんじゃないかなというふうには思いました。ちなみにあの工藤さんが8ヶ月間住まれてた家は、はい、新築のマンションなんですか？構想。え、違います。古いマンションなんです。あ、しかもそうなんですか。そういうなんていうんですか、あのいろんな人に貸しているマンション、賃貸専用だと思います。はいはい。130平米か、うん、とっても広いマンションでした。うん、この電話をつなぐ前に一番最初に電話した時も、はい、工藤さんの電話はご自宅なのにバリバリ言ってたんですよね、本当に。いや、それはなんかあの不思議なんですけど、はい、お化けの取材とかで新聞記者の方とか見えたり、はい、うん、お電話したりとかすると必ずなんか電話がバリバリ行ったり、うん、それから新聞社の照明がついたり消えたりとかしょっちゅう言われます。いや、ごめんなさい。いや全然、本当にこの話は本当ですよね。三輪さんと宇津郎さんもよくおられてね、はい、聞いてました、はい、音が暴れてました、はいはい、え、そうですか、はい、すいません、ごめんなさい。いや全然大丈夫です、今は大丈夫ですよ、今大丈夫です、今大丈夫です。あ、よかった。やっぱり工藤さんはそういう風に持っておられるんですね。いや、もうないです、そんなこと、怖いこと言わないでください。いや、持ってるからそんだけつながるんでしょう。いや、あの本当に分かんないんですよ、理由は。本当に正直に申し上げて、うん、あのすごく性格の悪いお化けさんには会ったことないんですよ、うん、割と皆さんそんな怖い人やなんかじゃない、生きてる人間の方がよっぽど怖いです、だから、うん、本当に。そうですね、先生の怪談を拝読してましたら、とてもこう優しい幽霊というか、あの開口談みたいなのがたくさんあって、工藤さんの視点も姿勢もすごく優しくて柔らかいし、なんかほのぼのとした気持ちになるお話が多いなといつも思います。なんて言ったらいいんでしょう、お化けさんに意地悪されたことってあんまりないんですけれど、はい、すごく具合悪くなってうなされた時があって、はい、それはなんか生きてるある方なんですけど、なんか逆恨みでなんかあった人なんですけどね、うん、私のことを怒って、はい、それであの何でしたっけ、わら人形どんどんやってる姿がファーッと目に浮かんで、その方のお家のすぐ裏に確かにそのあるんですよね、そういうお寺みたいなところが、そこでやってらっしゃる姿が浮かんだ。でも生きてる人なんですよ、それは。亡くなった方がそんな悪いことしなかったです。ああ、そうですか、はい、なんか電話を通じてお話を聞きした印象はですね、はい、工藤さんにそういうメッセージを送ると、はい、いい意味で広めてくれるっていう感じはするんですよね。あのね、はい、それは昔あの川端康成先生の奥様と割と親しくさせていただいてた時があったんですね、はい、ただ川端先生の奥様が、うん、あなたはそういう人たちが来るタイプの人だけども、うん、そういう人が来たら私は何もできません、お役に立ちませんからね、お引き取りくださいってはっきり言いなさいよって言われました。あの般若心経の、 あの、そうです、いただいた時ですね。あ、そうですか。そうです、だからそう言われたからそう言おうとは思ってんですけども、はい、見える時に申し上げたりしたことはありますけども、うん、あのなんかかわいそうじゃないですか、せっかくね来てくださったのに来てくださってるのに。とにかくそれがでもこの世の人かあの世の人か分かんないですよね、はい、なんて言ったらいいんでしょう、あの今住んでるところの買い物とかで時々出ると必ず見るおじいちゃんがいて、うん、あ、このおじいちゃんよくいるなと思ったんですけど、うん、必ずある一つの曲がり角のところに立っておいでおいでをしてんですよ、はい、そのおじいちゃんが、うん、で最初はおじいちゃんの知り合いがいるのかなって思ったんですね、おいでおいでしてるから、はい、で誰もいないんですよ、いないところでいつもしてるんですよ。である日、あの人この世の人じゃないんだと思ったんですね。日本怪談機構柳田では全国47都道府県にお住まいの皆様からの地元だけで伝承されているちょっと昔のお話をお待ちしております。宛先は郵便番号 530-8013
ABC ラジオ日本怪談機構柳田。メールアドレスは怪談アットマーク abc1008.com 怪談アットマーク abc1008.com。 その際には必ず連絡がつながる電話番号を明記してください。あなただけが知っている不思議な話を100年先の未来へ残してみませんか。日本怪談機構柳田もいよいよ終盤。全国各地から寄せられたお便りを時間の許す限りご紹介してまいります。こんなお便りいただいております。千葉県30代女性、リアタイで聞いています。リアタイすごいね。リアタイで聞いてます。私の地元千葉県市川市の市川市役所の斜め向かいにある場所は、令和の今も人がたくさん往来する街中にもかかわらず、手つかずの状態で柵に囲われている小さな森、通称八幡の藪知らずがあります。大きさは18メートル四方、100坪ほどの森のような竹やぶなのですが、江戸時代から当時の名所案内ガイド江戸名所図解では、一度入ると出られなくなる、入るとただりがあるとされている禁足地として取り上げられています。皆さんは禁足地へ足を踏み入れた経験はありますか、ということです。知ってます八幡の？いや、もちろん、はい、僕も行ったことありますよ。水戸黄門が入ったってね。そう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 、僕も東京に住んでた時、近くで、市川市じゃなかったんですけど、僕葛飾に住んでたことがあるんで、はい、行きましたよ。囲い書きがしてあって、はい、あの最も有名な逸話は、あの水戸黄門、あのモデルとなった徳川光圀が単身この藪に入って、やっとの思いで帰還したっていう話があったり、うーん、あとはね、この光圀公がこの藪の中で数多くの妖怪変化と遭遇して、最後に若い女性、これいろいろ諸説あるんやけども、若い女性のパターンもあるし、または白髪の老婆の説もあるんですけれども、今回だけは見逃してやろうと言われて脱出することができたという逸話もあったり、まだあるいは命からがら出てきた光圀は土地のものを集めてここを禁足地にするように申し立てたというだけの話もあると、あるんですよね。でその光圀公からの禁足地なんですか？その以降っていうか、まあ、一応そういうふうに言われてる。あ、言われてる。ただ令和の今も市川市役所の前に一等地ですよ。やぶがある。はい。でも現在はすごい狭い範囲なんですよね。はい、昔もっと広かったんでしょうね。みたいですね。禁足地ってありますよね。ありますね。あちこちにあるけど。ね、立ち入り禁止の場所なんで。まあ、そういう経験はないですけど、はい、まあ、でもあの禁足地とされてる場所に足を踏み入れて変な目に遭ったみたいな話は、はい、まあ、階段取材していていくつかは聞きますね。あ、はいはいはい、うん、僕も階段機構で、あの初期言ってたんですけど、滋賀県の市街の森っていうところ行きましたよ、はい、入りました、うん、ありました。どうでした？僕が一旦お昼に兄貴と二人で行ったんですけれども、うん、まあ変な感じはするんですけれども、うーん、ね、不気味な、不気味というよりかね、あのその時もこの番組言ったんですけれども、近くのおばあちゃんに聞くと、うん、おばあちゃんがちっちゃい時からあそこの森には行ったらダメだよと、うんうん、伝承では、まあ、いわゆる処刑地だと言われてるって言われて、こうほんまに竹やぶで囲まれててね、中入れるんですよ。今も入ったら石碑が一つあるだけで、うん、まあおそらくやってたんだろうなっていうようなとこです。ちゃんと石碑も立ってたり しますしね、はいはいはい、ただ僕はそこに入ったからといって何もなかったです。うん、はい、禁足地って いうのも僕正直言って分からずに行ったんですよ。うん、あ、知ってて取材で行かはったのではなく、はい、たまたま行った場所がたまたま行ったらあったっていうような感じです。うん、はい、普通に入れたんですね。そこは入れました。口が一つだけ開いてるんですよ。一つだけ開いてて道があって、はいはい、お旅所っていう石碑があって、
どうやら近所の方に聞くと年に1回の春祭りでおみこしがそこに来るらしいんですよ、はい、でおみこしがぐるっと一周して休んでまた出ていくところで、うん、年に1回地元の方も入られるみたいです、はい、そういうことはあるみたいですよ。ただ本当に周りは田んぼだらけのところで森があるという、この千葉県のパターンとよく似てますね。金属地ね、まあ、何かがある場所なんでしょう ね。そうです、まあ、昔は結構そういうとこもあったんでしょうけど、もう今はあんまりでもね、ほんまに入っちゃダメですよみたいなのはないでしょうね、まあ、なんかすごい危険があったりとかね、うん、なんか送電線の鉄塔があったりとか、そんなんではもちろんあるでしょうけど、うん、なんていうんですかね、その宗教的な意味であったりとか、うん、そういったものはやっぱり減ってはきてるんでしょうね。そうですよね、あの、うん、うちの番組のまあ趣旨でもあるんですけども、地元の伝承っていうのはそこにずっと住んでるからこそ伝承されてるものであって、だんだんこういうふうに文化が進んでいくとですね、伝承の口伝いがなくなっていくんですよね。そうですね、はい、でなんとなくその死骸の森もそうなんですけれど、なんとなくのネットの情報からネットの情報に行くんで、だから僕みたいに現地に行ってどうのこうのっていうのはほとんどほんまはないんですよね。はい、そうです、ネット情報はそれだけでそうかって思ってしまうとちょっとやっぱり危険ちゃ危険 で、ね、やっぱ行ってみたら、うん、全然ちゃうやんみたいなこともあったり、調べてみたら違うやんみたいなこともいっぱいあるので、そうなんですよね、うん、うん、ですね、まあ、大体昔何々があった場所っていうのは、まあ、こんな怪談番組やってるものが言うことじゃないですけども、うん、まあ、あんまり行ったらダメですよね。そうですね、まあまあ基本行かないに濁したことない。そう思いますよ、はい、そうです、だから禁足地なんであって、うん、そうなんですよ、うん、行ったらあかんからね、禁足地ってね絶対ね、その訳があるわけですよ、はいはい、昔から行ったらダメだって言われてることですからね、うんうんうん、でそこに行くっていう方のがおかしいんですよ、まあね、はい、だからなんとなくこう口から口への伝承で抑えとけええものをね、うんうんうん、やっぱり入っていけないところとかありますよ、うんうん、その理由ははっきり分からなくても、うん、その安全性とかなんとかっていう立ち入り禁止っていうことではなく、はい、禁足地っていうのは何か目に見えない何かがあるんでしょうっていうことなの で、近寄らん方がいいっちゃいい。だって10年単位とか100年単位じゃないんですよ、もっとですよ。そうですよね、200年300年単位ですよ、うん、その滋賀県の死骸の森のとこだって、うんうんうん、織田信長が住んでた頃の安土城が見えるところの森なんですよ。で近くのおばあちゃん、うん、おじいちゃんに聞いても昔から入ったらダメだと言われて育ってきたと、うんうんうん、理由自体がもう忘れられて、そうです、あの、ね、なくなってるんだけど、はい、でも何かがあったからそうなってるんで、そうです、ほんで田んぼしてるおばあちゃんに、うん、いや実は噂ですよって言って、あの近くに住んでるんで気悪くしないでくださいねっつって、なんか織田信長さんがこういうことをやってた場所って聞いたんですけどって言ったら、そう見たいよねって言われた。だからそのおばあちゃんもそういうふうに聞いてる、うんうん、でもだからそういう場所だったって聞いてるから余計行ったらダメですよと。で何か出たり見たりしますかって言ったら、そんなは見ないと、うん、なぜかって言ったら行ったことがないから、ね、百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃、今週の日本怪談紀行柳田はこれにてしばしのお別れ。それでは最後に日本民族学の祖柳田国男が残した言葉でお別れしましょう。我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い。日本怪談紀行柳田、番組ナビゲーターは小早川秀樹でした。